さん、お母さん、今まで大切に育ててくれてありがとう。今日という日を迎えられたのも二人のおかげです。いつも二人との距離が近い分、なかなか感謝の気持ちを伝えられていなかったので、結婚式という素敵な場所で伝えさせてください。お父さん、お父さんは楽観的で地元を愛し、冗談話とお酒が好きな人です。いろいろな人と話して仲良くなり、楽しそうに笑っている姿を見るのが私は好きでした。そんなお父さんは私にも自分の好きなことを見つけて人生を楽しんでほしいと、いろいろなことをやらせてくれましたね。危なっかしい私のやることはハラハラしたと思います。心配かけてごめんなさい。でもお父さんのおかげで楽しいこと、嬉しいこと、たくさん経験できました。いつも私の意見を尊重して信じてくれてありがとう。感謝してます。お母さん、お母さんは自分の体を犠牲にしてまで私を産んでくれた強い人です。妊娠、出産、育児、仕事と私のためにいろいろしてくれましたね。そして誰よりも厳しく、いつも心配して守ってくれる心強いお母さん。そんなお母さんがいたから、いろいろなことがあっても無事に生活できたのだと思います。私をたくさん守ってくれてありがとう。毎日美味しい手料理ありがとう。私を産んでくれてありがとう。ヒーローお母さんに感謝してます。そんな二人に育てられた私は君と結婚することができ、生まれ幸せな生活を送っています。私はになりましたが、成長しなければならないことがたくさんあります。二人には今までと違う角度で私を見守っていてほしいし、新たな親族との関わりを楽しんでもらえたらと思っているので、これからも心身ともに元気でいてください。そして君のお父さん、お母さん、何かと至らない点が多い私にいつも優しく気にかけてくださりありがとうございます。お二人が私との出会いを大切にしてくれていることをとても感謝しています。今はまだ未熟者ですが、含め末永くお付き合いよろしくお願いいたします。最後になりますが、ゲストの皆様、本日は私たちの結婚式に列席いただきありがとうございました。おかげさまで夢のような楽しい時間となり、家族との絆もより深まりました。いろいろとご迷惑をおかけするかもしれませんが、今後ともよろしくお願いいたします。
婚式を申し込むなら最安値で申し込みたくありませんか？ベストレート保証のある式場多数掲載。他の式場が見たい方は概要欄のリンクもしくはリアルウェディングスで検索。 Real Weddings